ダークモードへの切り替えや、Mac がスリープモードに入らないようにすることも行えます。今回の動画では、私が愛用している Mac のアプリを厳選してご紹介します。その中でも特に生産性を高めるアプリを5つのカテゴリーに分けて、合計12個ピックアップしました。各アプリのご紹介は1分程度でチャプターをつけていますので、気になったアプリだけでもチェックしていただけます。さらに動画の最後には各アプリの料金についてもまとめています。どれを試してみるか迷った時の参考になれば嬉しいです。それでは最初にご紹介するアプリはイエロードットです。このアプリは実は Mac のメニューバーにちょっとした変化を加えてくれる便利なツールなんです。例えば皆さんも見たことがある録音中に表示される黄色いドット。これが視界に入るとちょっと気になることってありませんでしょうか。イエロードットを使えばこの黄色いドットを黒や白に変更することができます。こうすることでメニューバーの他のアイコンと自然に馴染み、視覚的なストレスを減らせます。ちなみに Mac ではプライバシーインジケーターが状況に応じて色を変えます。作業中や画面共有の時、これらの色が気になることもあると思います。そんな時、このイエロードットを使えば、これらのインジケーターを控えめな色に変えて、メニューバーを落ち着いたデザインに保てます。とてもシンプルですが、毎日の作業環境が少し快適になるおすすめのアプリです。続いてご紹介するのはワンスイッチです。このアプリはその名の通り、スイッチ一つで様々な機能のオンとオフを行えるアプリです。例えばデスクトップの散らかったファイルを非表示にしたり、ダークモードへの切り替えや、Mac がスリープモードに入らないようにすることも、このワンスイッチ一つで行えます。通常デスクトップファイルを隠すにはデスクトップカーテン、またスリープ防止にはアンフェタミンといったアプリを使うことが多いですが、ワンスイッチならこれらの機能を一つにまとめて利用できます。さらにドックの非表示やゴミ箱を空にする操作、また画面のロックなどもスイッチ一つで手軽に実行が可能です。シンプルな操作で作業環境をすっきり整えられるおすすめのアプリです。次にご紹介するのはオルトタブです。このアプリは複数のアプリやウィンドウを頻繁に切り替えながら作業する方におすすめです。Mac では通常コマンドとタブキーを押すことでアプリ単位の切り替えができますが、ウィンドウごとの切り替えはできません。そこでこのオルトタブを使えば、ウィンドウ単位での切り替えが可能になります。まずはオプションキーとタブキーを押すと、プレビュー付きのポップアップが表示されます。そして次にタブキーを押して切り替えたいウィンドウを選び、キーを離すだけでそのウィンドウが開きます。これによって目的のウィンドウに素早くアクセスができ、作業効率が大幅に向上します。次にご紹介するのはウィンドウ管理アプリのムームです。同時に複数のウィンドウを操作する方や、複数のディスプレイを活用する方に特におすすめです。ムームの主な機能は4つです。1つ目はパレット機能です。ウィンドウの最大化ボタンにマウスをホバーすると、レイアウトやグリッドが表示され、最大61種類までカスタマイズが可能です。必要に応じて最大化機能を無効化することもできます。次にホバーでの移動です。就職キーを押しながらウィンドウをドラッグするだけで、どこからでもウィンドウの位置を変更することができます。これによってウィンドウ上部を掴む必要がなくなります。3つ目はスナップ機能です。ウィンドウをデスプレイの特定領域に動かすと、自動でサイズ調整をしてくれます。これは類似アプリのマグネットに似た便利な機能です。そして4つ目はキーボード操作です。これらのウィンドウの操作をキーボードで操作ができるようになりますので、慣れると作業スピードが格段に上がります。さらに画面レイアウトの保存と呼び出し機能も非常に便利な機能です。例えば複数モニター環境でも、ウィンドウのレイアウトを保存しておけば簡単に再現ができます。これによって状況に応じて最適なウィンドウ配置に一瞬で切り替えることができます。一つ注意点がありまして、App Store 版は旧バージョンで、最新バージョンは開発者の公式サイトから購入する必要がありますので、事前に公式サイトを確認してみてください。それでは作業に特化したアプリをご紹介していきます。一つ目はライターです。このアプリは文章を書くことに特化したシンプルなテキストエディターです。特徴はそのミニマルなデザインで余計な要素を徹底的に排除していて、執筆中の集中力を邪魔しない作りになっています。さらに便利なのがフォーカスモードです。今書いている文や段落だけがハイライトされまして、それ以外は薄く表示される機能です。これによって余計な部分に気を取られることなく、目の前の作業に集中することができます。また、マークダウン記法にも対応していまして、文章のレイアウトを気にせずにどんどん書き進められます。慣れてくるとキーボードだけで操作が完結しますので、執筆スピードもかなり上がってきます。このアプリは本当にシンプルで美しく、文章を書くことだけに集中できる環境を提供してくれるので、執筆に没頭したい方には本当におすすめです。トライアル版で試してみていただいて、
自分に合っているかを確認してから購入することをおすすめします。続いてご紹介するのはメールに特化したアプリスーパーヒューマンです。このアプリは史上最も生産性の高いメールアプリとも言われているツールです。特にメールの処理にかなりの時間を費やしている方におすすめのアプリです。これまでメール関連のサービスは意外と目新しいものが少なかったんですが、このスーパーヒューマンはそこを大きく変えてくれます。私もビジネスプランで使っているんですが、本当に作業効率が劇的に上がったと実感しています。スーパーヒューマンの特徴は非常に多くあるんですけれども、いくつかご紹介しますと、まず受信トレイの仕分けといった点で重要なメールにすぐ気づけるように整理ができます。またスニペットやテンプレート、こういったものを使うことで文面を保存しておきますと入力の手間が大幅に減ります。そして送信日時の指定やスヌーズ機能ではメールを後で送信したり処理を先延ばしにすることができ、非常に便利です。特に便利なのが AI の支援によるメールの作成です。 1,2 行を入力しますと AI が私の文面に合わせて全文を自動で作成してくれる機能です。さらに相手がメールを読んだかどうかがわかる既読のステータス機能であったり、サイドパネルで予定の確認や追加ができるカレンダーとの連携といったものも非常に便利な機能です。これらの機能が全て揃っていますので、メールの処理が圧倒的にスムーズになります。概要欄にはスーパーヒューマンを1ヶ月無料で試せるリンクを貼っていますので、ぜひ活用してみてください。ここからは集中力を高めるアプリを3つご紹介します。まず1つ目はクラックです。このアプリはタイピング時にメカニカルキーボードのような打鍵音を再現してくれるアプリです。タイピングをしていると不思議と気分が乗ってきたり、集中力が高まることってありませんでしょうか。このクラックを使えば普段の MacBook のタイピングがまるで高級なメカニカルキーボードで作業しているような感覚に変わります。クラックは5種類の打鍵音から選択が可能で、音量の調整は3段階で設定が可能ですので、自分の好みや作業環境に合わせてカスタマイズすることができます。ただワイヤレスイヤホンで使うと音に遅延が生じますので、スピーカー出力や有線イヤホンでの利用をおすすめします。続いてご紹介するのはエンデルです。仕事や勉強の時に作業用 BGM や環境音を聞く方も多いと思います。このエンデルはそんなシーンで集中力を高めるためのサウンドスケープアプリです。特徴的なのは脳科学に基づいた AI 生成のサウンドを使っているところです。これによって雑念を抑えたり脳の疲れを軽減したりする効果が期待できます。エンデルによると、なんと集中力が7倍に高まるといったデータもあるそうです。作業中に集中力を維持しやすくなりますので、例えば長時間のデスクワークであったり、勉強や資格試験の準備、また読書や創作活動をするといった場面でかなり役立つはずです。概要欄にはプレミアムプランを14日間無料で試せるリンクも載せていますので、ぜひ試してみてください。 AI が作るサウンドでいつもの作業がもっとはかどるかもしれません。次にご紹介するのはヘイズオーバーです。このアプリは複数のウィンドウを開いているときに集中力を高めてくれるツールです。具体的には作業中のウィンドウを自動的にハイライトし、それ以外のウィンドウを暗く表示してくれます。これによって視覚的に余計な情報が減って、今の作業だけに集中できる環境を作ることができます。例えばウィンドウをたくさん開きっぱなしにしているときでも、閉じたり非表示にする必要はなく、ヘイズオーバーが自然にフォーカスを調整してくれますので、作業に没頭することができます。マルチタスクは効率的には見えますが、実は集中力をそぎやすかったりします。ヘイズオーバーを使えば視覚的なストレスを減らして一つの作業に集中する環境を簡単に作れます。作業を効率化したい方にはぜひ試してほしいアプリです。それではタイムマネジメントに最適なアプリを3つご紹介していきます。まず1つ目はイッチイカルです。このアプリはメニューバーに表示されるシンプルなカレンダーで、特徴としてはこちらのような機能があります。メニューバーに月や日付、そして曜日を表示したり、またクリックでカレンダーを展開しますと、最大2ヶ月分のカレンダーを一目で確認できますので、簡単に予定を把握できます。とても軽量に扱えるので、手軽に日付を確認したい方にはぴったりのアプリです。続いてご紹介するのはパンダンです。このアプリは時間認識に特化したツールで、メニューバーに常駐し、作業時間を計測してくれます。具体的には MacBook を開いて作業を始めると、その作業セッションがどれくらい続いているのかをメニューバーに表示してくれます。さらにメニューバーの小さなウィンドウで、前回のセッション時間、
また今日1日の合計セッション時間を簡単に確認することができます。パンダンを使うとタイマーをわざわざセットしたり時計を見る手間もなく作業時間を自然に意識することができます。また任意の時間ごとにポップアップやサウンドでリマインドが可能で、これによってポモドーロテクニックのように意識して休憩を取ることもできると思います。自分の作業ペースを視覚化し効率的にタイムマネジメントを行いたい方には非常におすすめのアプリです。最後にご紹介するのはデイプログレスです。このアプリは今日の残り時間をメニューバーに表示してくれるシンプルなツールです。使い方は簡単です。例えば作業時間を設定しますと、その時間内での進捗状況をパーセンテージや残り時間として表示してくれます。このアプリのいいところは時間の進み具合を意識することでモチベーションを維持しやすくなる点です。視覚的に時間を把握してモチベーションを高めたい方には非常におすすめのアプリです。はい、今回の動画では私が愛用している生産性を高めるアプリを5つのカテゴリーに分けて合計12個ご紹介しました。今日取り上げたアプリは無料のものから有料のものまで様々です。中にはトライアルで試せるアプリもありますので、これは面白そうといったものがあれば、ぜひ一度試してみてください。また、もし皆さんが使っているおすすめのアプリがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。このチャンネルでは Mac のアプリやガジェット、カメラなどのレビューを中心にお届けしています。よろしければチャンネル登録や高評価をいただけますと、とても励みになります。最後までご覧いただき本当にありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。